皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのブック本です。ディズニーミッキーマウスセブンポケットトートバッグブック開封していきます。はい、開封いたしました。中にはトートバッグとこちらの冊子入っております。それではまずはバッグ広げていきます。はい、広げてみました。ご覧の通りビッグなサイズ、縦に長いバッグになってますね。ではポイントを見ていきましょう。まず正面のこの上のここですね、ミッキーさんのプリントがされております。ブラックにホワイトの、かわいいミッキーさんです。持病の腰痛がまた発症したということで、ちょっと腰の方を気にされておられますね。はい、そして下の方には大きなポケットが2つ装備されまして、こちらも深さもあってですね、たくさん入りそうです。で、開口部分なんですけれども、特にここは留めておくものがなくて、オープンポケット2つついてます。はい、スマホですとこの iPhone の Pro シリーズのケースがすっぽりと奥まで入ってくれます。横に入るくらいのサイズになってますね。そして大きいサイズ Pro Max の入れてみましょうか。これを入れても全部隠れるくらいの深さになっております。はい、そしてアルフォートも入れてみましょう。アルフォートがジャストサイズとなっております。横幅は1ルマンドサイズとなっております。で、素材はポリエステル生地が使われておりまして、軽量なバッグに仕上がっております。で、後ろ側見ていきますと、反対側は真っ黒状態ですね、無地の状態になります。そして底の部分、底待ちはこれくらいありまして、それほど広くはないですけれども、容量もたくさん入りそうです。角の部分こうですね。で、横の部分を写していくとこのような仕上がり。はい、そして持ち手の部分はここで付けられておりまして、はい、裏側がこうですね。長さも長くなってますので後でやりますけど、肩掛けも十分可能です。さらにここにストラップなど付けられる D カンが付けられております。で、この D カンを反対側の後ろ側のこっちにも付いております。はい、それでは中確認していきましょう。これはかなりの大容量サイズ、ビッグサイズにはミッフィーちゃんが似合います。はい、最近ミッフィーさんが大活躍しております。で、中見ていく前に、開口部分はこちらスナップボタンが中央で1つ付けられまして、パチッと留めることが可能です。それでは中ご覧いただきましょう。内側の生地はこれは PVC 張りとなってますね。で、中真っ黒な状態になりまして、ポケットがここにですね1つ付けられております。ここですね。はい、さらに反対側のこっち側のここですね、ここは横幅いっぱいの、一番下までありますね。半分ちょっと上から一番下までのポケット収納スペースが仕切られております。さらにサイドポケット、ここのここですね、ちょっと見えづらいんですけれども、両サイドにこれが、反対側にも同じものがここについております。で、サイズもかなりこれ大きいんですけれども、大きいバッグといえば以前紹介したこのクロッキーブックの、はい、トートバッグあったんですね。これかなり巨大なバッグになっておりまして、でこれと比較しますと、さすがに今回のはちょっと一回りくらいは小さくなっております。はい、より大きなバッグ欲しいという方はこのクロッキーブックのビッグトートバッグもおすすめとなっております。で、改めてサイズ見ると、この A4 サイズはこう横にも縦にも余裕で入るサイズになってますね。はい、そしてここにありますけれども、推しグッズですね、このジャンボウチアも入っちゃいます。はい、それでは収納していきたいと思います。深さがありますんでね、かなりたくさん入ると思います。ただ待ちがちょっと細めなので、こう自立させて立てておくとちょっとフラフラするような、はい、まあそんな感じですね。ではまずお財布からいきましょう。長財布、はい、このように、はい、すっぽりと奥の方まで入っちゃいます。で、立てておいてもいいですし、まあどちらでも OK です。で、ペットボトルはこれ両サイドにボトルホルダーがありますので、ここ500ミリのペットボトル入れますと、はい、こんな感じです。はい、そしてもう一つ600ミリリットルちょっと大きめサイズのもしっかりと入ります。もしくはこのように折りたたみ傘をこのように入れといてもいいかもしれませんね。そしてメイン収納には大きめのポーチをですね、1つ2つくらい入れましょう。さらには、
はい、ミッフィちゃんの化粧ポーチも入れまして、はい、あとここの仕切りがある部分ですね、ちょっと見えづらくなってますけど、ここですね、ここにはノートパソコンとかタブレットとか入りますし、あと雑誌代わりにちょっと入れてみたいと思います。雑誌をこのように、はい、入れて分けておくことできます。さらにここにポケットありますので、ここはスマホを入れておいてもいいですし、スマホは外側の、はい、まあ、こっち側に入れてもいいですよね。はい、仮にスマホはこっちに入れるとしまして、こっちにはキーケース入れてみましょうか。これとか入れまして、はい、まあ、これくらい入れて一旦閉じます。でさらに外側にはティッシュ、ハンカチなどすぐに取り出したいものを入れましょう。はい、そんな感じで収めることができます。はい、それではバッグ持った感じ写していきたいと思います。ご覧ください。ビッグサイズのバッグとなっておりまして、正面には腰痛に悩まされているミッキーさんのプリントがされております。はい、そして正面には2つのポケットですね。ここにはティッシュ、ハンカチなど、ここスマホ入れましたけど、さっと取り出せるポケットになっておりますので、深さもありまして幅もあって容量もしっかりしていますので便利なポケットになっております。で正面横から見るとこうなりまして、後ろ側がこうですね。はい、そして持ち手も長くなっておりますので、手持ちからこう肘掛けからさらにこうね、肩掛けもかなり余裕も持って行うことできます。Dカンがここですね、こっちですね、ついておりますので、ここにショルダーベルトですね、付属してませんけれども、はい、お持ちのものを取り付けてショルダーバッグとしても使えるという仕様になっております。それでは使い勝手見ていきましょう。まず外側のポケットですね。ここからはもうスマホをさっと取ってこう操作ができますので、このオープンポケット2つは非常に便利に仕上がっております。でメイン収納なんですけれども、ここですね。ボタンをパチッと外しますと大開口となりまして、両サイドにペットボトルが入るポケットがありますので、ペットボトルの出し入れは非常に容易に行うことができます。あと折りたたみ傘もですね、はい、迷子にならずにすぐに取り出せます。で内ポケットもここに1つついておりますので、今キーケース入れましたけど、ここにスマホ入れといてもいいと思います。でさらに仕切りがついたポケットには、ここには雑誌とかですね、パソコン、タブレット系を入れておくと、はい、仕切られますので出し入れがしやすくなっております。で推し活用のジャンボウチワもここに入れておくと、はい、曲がったりとかせずにですね、綺麗に持ち運べるんじゃないかと思います。そしてメイン収納に関しましては、お財布、長財布も余裕で入っちゃいます。でポケットはそれほどついてませんけど、小分けできるポーチとかですね、たっぷりと入ります。ちょっと深さがありますので、奥の方でこうゴソゴソとこう、ね、取り出すような感じにはなっちゃいますけれども、容量的には十分あるかなと思います。はい、そしてショルダーベルトをつけてみました。お家にあったやつ、ここの D カンに取り付けまして、はい、肩掛けしてみますと、まあ、こんな感じですね。斜め掛けして、はい、このようにショルダーバッグとしても使うことができます。でショルダーにするとやはりより便利になりますね。先ほどは肩掛けした状態でちょっとこう奥の方をこそこそとやっていましたけれども、肩掛けしますと上からこう中のもの全部見渡せますし、ちょっとこう手を伸ばせばさっと取り出せますんでね、はい、この辺りは使いやすくなると思います。はい、まあ、ここの2つの D カンに取り付ければすぐにショルダーバッグにもなりますので、はい、このような使い方もおすすめです。はい、あとは以前出ましたミッキーさんのこの刺繍が可愛いショルダーバッグですね。はい、ローソンで発売されていたやつだと思いますけど、これとセットで持つのも、はい、おすすめかなと思います。でこれとこれ生地が似ている、ほぼ同じような生地になってますので、合わせて持つのもいいと思います。はい、というわけでポケットがたっぷりついた、整理整頓が叶う、推し活にも使えるトートバッグ、おすすめとなっております。お待たせいたしました。それでは本日も最後になりますが、バッグの正確な容量を測定していきたいと思います。それでは参りましょう。 How many ブルボン。
バッグの容量は40ブルボンです。ブルボンミッキーマウスセブンポケットトートバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回はディズニーミッキーマウスセブンポケットトートバッグ紹介してまいりました。最近多いですよね、推し活バッグ。今回のもたっぷり大容量縦長のバッグになっておりました。でミッキーマウスさんもね、とても可愛くプリントされておりますので、はい、ディズニーに遊びに行くときとかにぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク後とかだったらちょっと空いてたりするんですかね。はい、7つのポケット付きですし、このショルダーバッグにもできるこの D カンも付いてましたからね。はい、ということでこちらのバッグぜひ使ってみてください。はい、それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。